神尾瀬。おお、しーちゃんでるか。今日ね、神風のファンのこの初心者の子をね、ちょっと連れてきたから、一緒にやってあげて。めんどくさ。そんなこと言わずに、ちょっと俺、行かないといけないから、ちょっとやっててよ。ちょっと待ってよ。ほんとに。うん、じゃあ、ちょっとバイバーイ。ちょっと待ってる、そこで。呼んでくるね。はい、ということで、こんにちは、しーちゃんでるです。今日はね、神風のファンの子って嘘ついて、僕が。初心者の子のふりをして神風にいたずらしていこうと思います。初心者なので怒れませんから。こういうことね、結構やってるんですが、新たにキャラクターを作ってみました。こちら、てれーん、こんにちは、お米くんです。なんかね、 ID はね、お米くんにしました。特に意味はないですけど、僕はお米としてやっていきたいと思います。画面の前で見てるみんなは僕の声、しーちゃんの声聞こえますが、神風くんだけお米くんの声聞こえるので、それだけよろしくお願いします。では行きましょう。あ、こんにちは。知りません。教えてください。わかんないのかよ。うん。教えてください。意味俺つけちゃうの？うん。そうだな。一番うまいらしいので。赤の線は。うん。そうだな。まあ、神風の情熱の赤のを入れたということで。適当に言ってんな。よし、じゃあまあ情熱を持ったということで気を切っていくぞ。こいつこのワールド一番うまいって言ってますけど、絶対僕の方がうまいです。ちなみに。何を持って一番うまいことにしてるんですか。おい、後ろー、木切れよー。はい、木切ります。バイバー、木切れよー。うーん、足りん、いた、足りん、え、早いぞ、おい、まだ誰が、なんで僕木切ってって言われたから木切るのに。木を切るときはな、感謝をして切るんだよ。出た、なんか謎の感謝するやつだ。いくぞ、俺がモデルを見て出るからな。ちょっと見てるよ。うん。よいしょっと。え？何すんの？ああ！ありがとう。よろしく。いやいや。やってなかったな、こいつ。いや、やってなかった、やってなかった。意地悪しちゃうだけだ、俺に。さあ、お前もこの通り切ってもらうぞ。できない。自分に感謝しないと、後々いい対面に見るからな。できないよ、俺そんなこと。どっちかでもやるか。行くぞ。おお、よろしくお願いします。うわぁ、ちょっと切れてるな。おぉ、ちょっと声は小さいから、もうやり直しかな。やだ、言いたいところだが、特別にお前様は優しいからな。こんぐらいにしといてやるんだぜ。だから許してくれたな。いや、神風初心者だからって言って優しくしてるとバチが当たるかもな。じゃあ僕切ります、神風先輩。おっとか、それは楽しいな。もうできることなら300本ぐらい切ってくれ。俺はちょっとあっちに行ってるからよ。え、もしかしてこいつサボるんじゃない？絶対サボるぞ、あいつ。じゃあちょっと初心者ですが、僕、チートコマンドは使えます。なぜなら中身は初心者じゃないので。300本って言ったね。まあだから、とりあえずまあこんぐらいでね、こんぐらいの白樺の木を神風くんに持っていきましょう。で、そこを渡してあげましょう、神風くんに。神風先輩、何しゃるの？え、え、神風先輩持ってきました。はい、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 なんだ、なんだ、なんだ、
僕あの50秒間でこんくらい集めてきました。お前何言う。こんくらい集めてきました、先輩。おお前なかなかできるじゃねえか、お前すげえな。はい、今度家作りましょう、先輩。教えてください、家の作り方。家作ろう。こんな家なんて、ここら辺で埋め立てればいいだけなんだぜ。初心者に教えていいことじゃない。埋め立てるだけだと。これ、ほら、お前も。はい。早く作れ。じゃあ、家。ここのな、枠沿いにな、埋めてくんだ。あ、埋めてきます。わかりました。そうだ。こうすれば、なんか良さげな間取りができるから。こいつが初心者じゃねえか、これ。間違えた、初心者のふりする相手。普通にこいつの方が初心者だろ、これ。まあいいや、とりあえず家作っていくか。よーし、まあこんなところで完成だ。完成？待って、完成どういうこと？先輩、富野先輩。いや、まあ、ちょっと大変な感じになってる。やばいでしょ、完成だ、これで。先輩、これ、完成なんですか、これ。うん、完成だ。なかなかいい家だろう。これ僕より初心者じゃないんですか、先輩。下手くそ、まさか、マイクラ。何言ってんだ。お前、バカか？何言ってんだよ。家なんてな、なくてもいいんだよ、正直。なくてもいい。嘘でしょ。マイクラの醍醐味は。お前が作りたいから特別に作ってやってんだよ。お前が作りたいのとお前が好きで作れ。俺さ、怖っ。別にどうでもいいんだぜ。怖っ、こいつ。初心者の初対面の子にそんなひどいこと言うかね。わあ、じゃあ先輩わかりました。とりあえず僕ダイヤモンド持ってみたいです。ダイヤモンド持ってみたいだと、お前。何バカなこと言ってんの。俺触る持ったことないのに。持ったことないの、この世界で。先輩でも上手いからいけるんじゃないですか、先輩は。集めるの。いや、一緒に行きましょう。教えてください。おお、そうなんだ。じゃあ行きましょう。そこに行ってみようかな。はい。先輩。ん？なんだ？洞窟行かないですか？いや、洞窟よりももっと効率がいいところがあるからな。そんなとこないと思うけどな。よいしょ。まあでも先輩が言う通りにすればね。見えてきたぞ。あ、見えてきたぞって。これは俺の家だ。え、これ何ですか。よー、着いたなー。着いた。ダイヤモンドが取れるスポットって、お家ですか、これ。誰のお家だ、これ。いや、洞窟。洞窟。あー、よかったー。という、まあ、迷宮の方が近いかな。迷宮、あ、これ、待って、俺の家。ちょっと待って、人の家入ってん。これ俺の家だけど。いやー、実は、これはお隣さんの人だよね。あ、お隣さん。もしかして、お隣さんの人なんだけど、もしかして、C チャンネルさんの家、これ。おお、いや、まあ、お隣さんだからね。いや、俺C チャンネルかとは言ってないからね。いや、俺んちだよ、これ。俺がいないからって言って。ちょっとお隣さんのね、あの物資借りるから。あ、物資借りる。でもダイヤの位置結構分かりにくいぞ。いや、まあ、あの C チャンネルのことだからね。多分こういうね、変なところに。あ、やっぱ C チャンネルだ。いや、違う。あ、違う。いや、お隣さんだから、これ。あくまでもお隣さん。知らない人ではない。知らない。仲いい友達だから。嘘ついて。嘘つきすぎて、何が本当か分かってない。お前ダイヤモンド欲しいならしょうがないな。いや、もうパニックになってるもん、こいつ。どこにあるの、俺、先輩。わぁ、バレた。俺が、ここだけ唯一。あ、先輩。先輩、これ。人のものいいんですか、これ、先輩。いや、これ借り物だからね。あ、じゃあ返すんだ、先輩、優しいな。返す、ほら、ダイヤモンド持ってみたいって言ってただろ。うん、ダイヤモンド、あ、ちょっと持ってないね、これ。もったいない。米にあるさ、もったいない。米って言ったよ、今、俺のこと。お前、ちょっとこれ、おい、ダイヤモンドだぞ、よかったな、お前。こいつ削りやがった、ダイヤモンドブリッコ。よかったダイヤモンド。やったありがとうございます、先輩。あれ、これ、なんか、チェスにさ、シッシュが入ってたけど、シッシュは使うか、お前。チェンチ、
ああ、ありがとうございます。これ僕のだけど。あ、嬉しい。もうスイッチもとっくに持ってるからな。こいつ人のもの勝手にあげやがって。おっしゃま、ダイヤモンドも大量に手に入ったというところで帰るか。すごい。キパ先輩ってすごいんだな、ダイヤモンドいっぱい手に入って簡単に。こんなにも簡単に手に入って。俺様にもっと感謝してくれ。そんなことは普通のやつにはできないから、俺様だけど特権なんだぜ。こいつマジやばいな。まあいいや、ちょっと俺には策があるからよ。あれも実はね、俺が、まあ、チートで出したダイヤモンドとか頑張ったからよ。こんなダイヤモンド価値ねえんだよな。この世界のダイヤモンドじゃねえんだよ。ちょっと俺に策がある。それを使っていこう。先輩、もう夜になっちゃった。あ、もう夜だ。そうだな、うん、うわ、そうだったな。要望とかもするの忘れてたな。ベッドを作ってねえや。え、先輩、これ何？え、お前これは絶対に触るんじゃねえぞ。触っちゃえ。おい、おい、出て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 。これを触ったらお前の身がどうなるかわかんないからな。おこめ、お前とは言っても絶対に触っちゃダメだ、これは。わかりました。じゃあちょっと羊毛が必要だから羊とか倒さないといけないからな。いってらっしゃい先輩。おー先輩は、あー頑張って倒してるな。よし、けけけけけけけ。こいつ俺様から盗んだダイヤモンドがいっぱいあるじゃねえか。よいしょ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 。まあただ俺から盗みやったから、俺に盗まれても文句はねえよな。神風、帰ってくるまで待つか。寝たふりでもしとこ。バレーやろ多分。ああ先輩。ああ僕ここにいますよ先輩。今マップした。だめだ、全然羊毛が集んねえよ。ベッドで寝たいよ先輩。どこにいんだよ羊、全然見当たんねえよ羊。もう作業台も作らないといけないし。あっ、本当だよ本当に。あ、あれ？なくなってますね。ここに俺全部入れといてほしいのに。全部入れといてほしいのにね。おいよコメ。なんですか？この中何が入ってるんですか？僕触っちゃいけないからって言ってわかんない。え、ダイヤモンドとか木材とかお前からもらったやついっぱい入れてたのに。あ、え、取られたの？え、取られた。大変だ先輩。え、取られたんだ。いや、待てよ。あれ、今このワールドにいるのはお前だけだな。はい。で、物がなくなってる。はい、そういうことか。お米、お前先輩落ち着いて、先輩落ち着いて。お前やったな。やってないよ先輩。やったよお前ら。おい返せ。どこに隠し持ってる。え、そんなこと言うんですね先輩。おらってお前しかいないだろう、盗んだやつは。本当に盗んでないというのか僕が。ん、盗んでいない、盗んだだろ。もう初心者すぎて会話もバカすぎますこの二人。悲しい先輩も。盗んでないのに。先輩もダイヤモンド、僕の分のダイヤモンドちょっとあの硬くて、なんか なんだろう硬くて。いやこれ僕のだよ先輩、あげるよほら。いやいやいや、でもそれ使い方わからなくて、多分熱々のものに入れたらこれ多分治るんだよこれ。ほらほらほら。ああ、やばいやばい。お前、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 お
あ、だ、取ったんで先輩、これ先輩の分も今から作ります、今から。先輩もう、あの、もう全部もう、あの、もうポイした方がいい、これ先輩。はい、ポイ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 。ポイ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 。はい、残念ですね。え、ああ、先輩ひどいよ。お前らいくらなんでも俺様のダイヤを燃やしたことは非常に罪深いことだ。うん、ごめんなさい。お前にはダイヤブロック2スタック分の労働が必要かもしれないな。いくら初心者だからといって俺様は用意。昔 C チャンネルって言われてたよな、確か。昔あ、てか、ヤッホー、あ、こんにちは、こんにちは、カメカゼ。C チャンネルでしょ、何してることだ。あれ、開き直ったこいつ。ええな、こんなとこで、こあ、逆に詰めてくるぞ、今回。あ、まあまあ、お米くんになってみたみたいな。てか、お前が俺んち入ってくんなお前、レセブな俺の言うから。じゃあ、神風、反省してね、ちゃんと。じゃなくて。何しちゃってよ。何もしない。あ、じゃあ、ずっとサボでいいかな。じゃあ、バイバイ、神風。ああ。じゃあ今後もしないでね、神風。ということで、初心者の売りやってきましたけど、神風くんにはまだ早かったかな。バイバーイ。なんか反省しなさそうだからまたやろうと。じゃあみんなもね、この動画面白かったら高評価よろしくお願いします。バイバーイ。